お昼行っちゃいます。一人行けますか？はい、ありがとう。はい、すいません。ありがとう。ちょうど現場見に来とって。あ、そうだね。はい。この間ペンキ塗ってもらったけど、ペンキ屋さんも暑かったね。ほんまやね。あ、若いから暑くないか。いや、そんなことないですよ。今のうちに頑張ってお金貯めとって、年いったら楽したらええやん。そうですね。なあ、若い時に頑張っとったら。はい。あの、来たら書いてくれるねんけど、まあ、あんな書かれたことはないけど。月下美人って見たことある？月下美人、まあ、聞いたことあります、ね、見たことない。これがそうやねん。これがそう。あれはもうね、終わったんやねん。これ全部そう。あれはあれですか？あれも終わってね、捨てるのかわいそうやからと思ってね、持ってきて花束にして取ったんやけど、今日ね、はい、この本来はあのあれなんやけど、これ、これが今ね置いてあるやつ、角度変えて取ってるんやけど、これはもう終わってぐにゃんと、その前の日に咲いたんが、同じやねんけど、ヤシなんです。あ、そうなんすか？うん、だから冬場は弱い。はいはいはい。あの、お家の中に入れらんと。まあ、でも、まあ、コロナでね、休んでたけど。ほんまやね。時々こう、回転した当時だったらね、氷言うたら1年で、ごちそうさまでした。ありがとうございます。うましでした。